よろしくお願いします。始めていきます。お資料は先ほど申しましたけど公開してあるので後で見てください。まず自己紹介させていただきます。私梅崎は、日本経済新聞社のエンジニアでして、検索 API の開発であったりログの分析、あとは AWS のインフラ基盤の管理といった、DevOps 系全般をやってます。で普段は Python とかで Elasticsearch 周りを触って上の検索エンジンだったりログ分析とかをやってます。で弊社では Docker を使っても2年ぐらい運用してたりもします。でちょっと先に軽くアンケートを取らせてください。皆さんの業務に一番近いのは以下の3つの中からどれでしょう。開発者の方多い、結構多いですね。セキュリティっていうニッチかなのところに興味を持っていただきありがとうございます。本当聞いてくれてありがとうございます。で運用インフラ管理者に近い方が、前の方に座ってる人が多いですね。3分の1ぐらい。セキュリティエンジニアの方、何人かいますね。あんまりバサカリは控えめにお願いします。運用インフラ管理者の方はぜひ今回の話聞いて持って帰ってくれると嬉しいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。でまず簡単にセキュリティの脅威について、最近だと改ざんとか情報流出とかランサムウェアっていうニュースを世間が賑わせてますけど、その辺問題が増えてるかなというイメージがあると思います。で簡単なサーバーの図なんですけど、かなりざっくりしてますけど、外からの攻撃とかだと上からファイアウォールとか DNS、ファイアウォールとか WAF とかを突き破ってサーバーに到達するもので、内部からも内部不正とか、操作ミスも含まれますけど下から攻撃があったりします。こういうふうに脅威っていうのは外部と内部両方に潜んでいます。でセキュリティ対策の分類としては一般に、この4つに分けられています。抑止っていうのが思いとどまらせることで、社員とかにこう教育であったりとか罰則を持たせて思いとどまらせるとかですね。で予防っていうとサーバーに対してアクセス制御とかをしっかりすることで攻撃ができないようにするっていうものです。で3つ目の検知が、実際に問題があった時に問題を検出したりですとか、復旧の手がかりとなるような記録を残すっていうものになります。で復旧はその問題があった後元にあ問題なかった状態にロールバックするっていうふうな手順ですね。で多くの製品が抑止とか予防といった防衛の対策がこれまでは多かった状態です。じゃあ実際にそれらを突き抜けて、問題が発生した時にどうなるかと言いますと、侵入への気づき方ですね。で理想的なのは社内の人が不審な点に気づく、社内の人が気づいて、問題を解決していくという流れです。で一方で社内で誰も気づかなかった場合は外部の親切なホワイトハッカーからの連絡、IPA 経由とかでだったり、付き合いのあるセキュリティベンダーの人からの連絡っていうところで気づくかなと思います。でそれでも気づかなかった場合ユーザーから直接の問い合わせで発覚、だんだん空気が怪しくなってきました。で攻撃者自身が教えてくれるケースこれは、自己顕示欲が強い攻撃者かもしれないですし、お金を払えって言ってるのかもしれないです。である資料によると、最近の資料によると約半数が外部からの指摘という話が載ってました。これは3年前ぐらいまでは9割ぐらいが外部からの指摘っていう話があったんですけど、最近だとランサムウェアってかかった瞬間にもう使えなくなるような、すぐ分かるようなものが広まっているので、最近は、内部で気づくケースが増えているらしいです。もちろんセキュリティのに対する投資も増えているので、内部で気づくケースもそれで増えているとは言えると思います。で世界で見ると、アジア圏、世界では気づくまでの時間が短くなっているんですけど、アジア圏は世界の平均に比べて、侵入への気づく時間が長いっていうふうなことがこちらの資料には記載されてました。で外部の攻撃の検出の方法ですけど、上から来るやつは前段に IDS とかがあるので、一般的には、そちらのアクセスログや、ファイアウォールとかのところで、不審な攻撃を検出するケースが多いかなと思います。でそれらを突き抜けてきたらサーバー側のホスト型セキュリティ製品で検知する形です。外とサーバーの間は結構中間で、取るところが多いので、比較的守られていると思っている人も多いと思いますけど、それらを突き抜けてきた場合はもうサーバーで検出するしかないので、サーバー側でも最低限のログは取っておきたいなと思っている人は多いかなと思っています。で次に内部の不正ですね。内部の場合は間に、踏み台サーバーとかはあるかもしれないですけど、結構直接アクセスできてしまうケースが多いので、そ
そのサーバー、特に管理者とかだと何でもできてしまうので、管理者がいつ誰がサーバーにログインしているかですとか、まあ、サーバーで何をしているかっていうログを取れた方がいいなと思います。まあ、これらのことから、まあ、どちらの外からでも中からでも、まずはサーバーでの認証ログであったり操作ログっていうものを収集しておきたいと思うと思います。はい、じゃあその操作ログ一体どうやって取ればいいでしょうか。ネットで検索するとか、まあ、まず思いつくのはバッシュヒストリーですね。それからスクリプトコマンドでバッシュとかの起動時に取るようにしておく。まあ、これらは結構簡単に使えると思うんですけど、逆に簡単に記録停止されたりですとか、まあ、自分はバッシュじゃなくて ZSH が ZSL がいいっていう人がいると、こうめんどくさいなと。でそれ以外のツールですと PS アカウントっていうのかなっていうのがネットでは見つかるんですけど、これは引数が確認できなくて LS-L とかだと LS しか記録されないですとか、あとコマンドが長すぎると16文字か8文字かぐらいで切られるみたいなことを書いていました。でそこで出てくるのがオーディットです。まあ、監査ログとしてこれがとっても良さそうなので使ってみようと思います。オーディットログは先頭付けであれば、まあ、システムコントロールの、スタートとかで打って、でエグゼック VE のところをログに残すようにするとこんな感じでログがバーログのオーディットログに書かれます。でこれは LS をしたコマンドの結果なんですけど、まあ、内部的には何時に、UID で誰が、どのパスにあるコマンドをどういうオプションで使ったかっていうふうに記述されるので書かれる情報としては十分です。あとこれはどのディレクトリで実行したかですね。ただ、見て分かるように全部の行がタイプっていうところから始まっていて、むっちゃパースしにくいんですよね。で、だいたい同じようなこと書いてますし、この行どれが一つのイベントって分かるかっていうと、その時刻の右に書いてある1128614っていうのがそのイベントの ID みたいなやつで、これでまとめてログにしないとどこからどこまでが一つのイベントかっていうのが分からない。でこれは使いにくいので、まあ、自前でパーサー書いてもいいんですけど、いい感じのパーサーがないかなと探していました。で私が探した限りだと、まず Go Audit というのがありまして、これはスラックの人が作ったオーディットログをいい感じにパースしてくれるツールです。 JSON で入ってくれて、まあ、名前の通り Go で書かれています。で次に今回話す OS クエリーがあります。で3つ目がエラスティックの B2 で、これはエラスティックサーチに入れるための B2 っていうツールのファイルビートがほんの3ヶ月前、結構新しいバージョンでオーディットログのパースに対応しました。この資料書いた時は全然知らなかったんですけど、今だったらこれ使うかもしれないです。でただ OS クエリーはこれ以外にもいろいろパースできる、今後話しますけど、ので今回はそれについて話そうと思います。はい、OS クエリーについてです。で OS クエリーっていうのは Facebook 製のマシン状況確認ツールで、まあ、名前の通り OS のところを、SQL-like な感じでコマンドを取れます。で、2つありまして、まず、人が打って使いやすいように SQL で実行中のプロセスログイン状況などを確認できる OS クエリー I っていうコマンドで、それからスケジューリング実行でログを出して、監視にも利用できる OS クエリー D っていうのがあります。でこの OS クエリーっていうのは Linux だけではなくて Windows とか Mac でも利用可能です。もちろん Windows でしか使えなかったり Mac でしか使えなかったりっていうのもあるとは思います。あります。はい、でこのツール、世間的には GitHub のスタッフがもう9500でもうすぐ1万人近づいてるんですけど、知ってる人ってどれぐらいいますか？数人、5、6人ぐらいですね。国内だとあんまり流行ってないんで、今回ぜひ日本でも使ってほしいなと思って話す機会をいただきました。で2番目に書いてある Linux セキュリティツールっていうのは最近知ったサイトなんですけど、これでも OS クエリは10番目に、掲載されていて、あちなみにここのサイトっていうのがこれなんですけど、ここ見ていくと、一番上にスリカタって最近バージョン 4.0 が出てきた IDS-IPS のツールが出ていて、でワードプレスのスキャンとか、まあ、結構僕も知らないツールが多いんですけど、10番目に OS クエリーが載ってます。でその次がハッシュを、リバートするようなツールで、あとはザップ、これはみんな知ってるかとか、その辺のツールが載っていて、あんまり国内では話題になってないようなツールがたくさん載っているので、興味がある方はぜひ見ていただきたいなと思っています。はい、
じゃあ、ボイスクエリー実際に使ってみましょう。ブリューインストール OS クエリーで Mac にインストールできるので、まあ、ここでパッと見る限り Mac の人が多いので今入れてみるといいかなと思います。ちょっと実際やってみましょうか。よいしょ、 OS クエリー、 OS クエリー、はい、で OS クエリーが実行できて、これでセレクト、フロムラスト、リミット3とかやると最近のログイン履歴がパッと出てきます。 SQL な感じですね。でこれって、まあラストのヘッドの3とほとんど変わんないじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、実際で OSQL できるのはこれではだけではなくてですね、例えば、正ホストの中身に何が書かれているかですとか、ルートでどういうルートが今テーブルに書かれているかですとか、リスニングしているポートが何かですとか、何がいいかな。で、ディレクトリにあるファイルのパス、ハッシュ値をチェックすることもできるんですね。これをちょっと長いな。これで、シャー1とかでいいかな。これで、エトセの SSH ディレクトリにあるファイルのハッシュ値を全部出したりですとか、あとは、Mac の場合は Mac の中に入っているアプリケーション、ホームブリューで例えば入っているアプリケーションを出したりですとか、Mac のアップス、ちょっと待ってくださいね。アップスがどっかにあるはず。これか。アプリケーションの R フレットが入っているとか、そういうのまでログに出すことができます。はい。で他にも Chrome の拡張を何入れてるかですとか、リスニングポートは書き合わないとかも分かるので結構、いろいろ使えるかなと思ってます。でぜひ使ってみてください。公式サイトにはドキュメントも充実しているので見れば何が使えるか一覧、テーブルの一覧が載ってるんでそれを見るといいと思います。はい。でこれのデーモン版が OS クエリー入りですね。実際に Linux で設定する、デーモンとして実行するためにはこんな感じで、JSON 形式の設定ファイルを記載します。エトセの OS クエリーの OS クエリーコンフの中にスケジュールで、好きな名前で、クエリーとインターバル、そのクエリーをインターバルごとに実行する感じになります。でそれで実行した結果がこれです。エトセのバーログ OS クエリーの中に、JSON 形式でログが書き出されます。でこの JSON の中身を見ますと、ホストのサーバー名であったりですとか、実行した時刻、ユニックスタイムであったりですとか、これだとラストなんで、ログインのログなんですけど、どの IP アドレスのサーバーから、誰が、何をしたか、このタイプ7っていうのが SSH でログインしたってイベントになるんですけど、そういうのが一通り分かります。はい。これは便利そう。使う気になってくれた人ここまでで、お結構いる、高い、おいい。で次、オーディットのイベントも取っていきましょう。エトセの OS クエリの OS クエリコンフの中にプロセスイベント、プロセスとユーザーイベント、プロセスイベントっていうのはユーザーの実行したアクションで、ユーザーイベントっていうのはログインとかファム系の値が入っているイメージですね。でその辺を、これ60秒ごとに取っています。でこれ以外にもソケットのイベントも取ることができて、外部との通信も取るのであれば、それも同じようにソケットイベントとして書くと取れます。で、オーディット系のログを使う場合は、OS クエリーが Linux のオーディットの操作をするので、いくつかオプションを書いてあげないといけないです。でそのオプションを OS クエリーフラックスってところに書いてあげて、でもしソケットを取るのであれば、アローソケットっていうのも書いてあげる必要があります。これ書くとちょっと CPU の使用率が増えるので注意してください。で、書いてあげて、先ほどの設定で実行してあげて、出てくる実行結果がこれです。これはプロセスイベントで LS の実行結果のログです。この中身を見ますと、最初のオーディットログみたいな形で、どのホストで実行して、どんなコマンドが実行されているかっていうのがこんな形で書かれていて、これログに取っておくといい感じじゃないって思います。でソケットイベントっていうのもありまして、これがどのプロセスが
どのサーバーに対してどのポートでいつ通信したかみたいなのも一応ログに取ることはできます。ちょっとこれはさっき言ったように CPU 処理率が高くなるので、間のネットワーク機器とかで取れるんであればそっちを使ってもいいかなと思ってはいます。はい。でそれから、さっき言った特定のディレクトリのハッシュ値を保存することができるってことは、定期的にファイルのハッシュ値を取ることで、整合性監視もできます。で具体的にはこんな形でスケジュールで、ファイルイベントで、を定期的に見るようにしてあげて、でファイルパスで、どのパスのファイルを取得するか、定期的にハッシュを取るかっていうのを記載します。でこの状態で、例えば衛藤性の方テストっていうファイルにメッセージっていうものを追記すると、ログファイルにはこんな形でいいのかな、ログが書き出されます。アクションのところにアップデートって書いてあって、どのファイル衛藤性のテストが何時頃書き換えられたかっていうのがログに残ります。なんで今まで、ファイルの変更検知で、AID とか OSX とかトリップワイヤーとか使ってた人はもしかしたら代替になるかもしれません。こんな感じで OS クリーいろいろ取れます。認証操作ログを取る目的で決めたんですけど、ホスト型 IDS としても使えそうです。でドキュメントも結構充実してます。でスケジュール管理実行もできて、結果が JSON で吐き出されるので活用が楽、これが一番大事ですね。で、はい。で OS クエリーのざっくりな仕組みですが、内部的には Facebook が作っている LocksDB、LevelDB のっていうを改良したキーバリュー型のデータストアを使っています。で OS クエリー D は定期クエリ実行時に前回との差分だけを表示するために主に使ってまして、まあ、そのデータベースにデータがない場合は全ての行を表示して結果を表示格納しますし、以前の結果がデータベースにある場合はそこの差分を比較して、その差のあるところだけを出力するっていう作りになっています。で先ほどファイルの整合性監視のところで定期確認をしている場合は、その定期確認の間に変更して元のその60秒とかの間に戻されたら通知されないのではなって思う方がいると思うんですけど、今、OS クエリはイベントベース、ファイルでいうと iNotify とか Mac でいうと FS イベントを内部的に使っているらしくて、その60秒の間に変更があってもちゃんと格納されるっていうふうに、作者は言ってました。確認してもちゃんと確認、僕が確認した限りではちゃんと記憶されていました。なので例えば FA の保湿を一時的に書き換えて、こう同じような通信先のドメインに見えるけど違うところにつながってたみたいなやつが短期間にあるってことをこれで検出できるかなと思います。で実際に監視対象には何を入れればいいかっていうのは、いろんな人の意見があると思うんですが、パッと挙げますと、最初言った、ログインログ、認証ログであったりですとか操作ログ、それから通信ログ、あとはハードウェアがつながるような環境であれば、ハードウェアの接続ログを取るのも、OS クエリでできるかなと思います。で、サーバーではなくて、Mac とかの端末ですと、先ほどの Chrome 拡張であったりです、Chrome の拡張機能とかを入れるのをログに取るっていうのはありかなと思います。っていうのは、最近、1年前ぐらいかな、HTTP ヘッダーっていう、Chrome 拡張を入れてると、そいつが勝手に、企業を抜いてビットコインの送金をさせられたそうになったみたいな記事が上がっていて、そういうのもこうログに1日おきとかで取っておくと、いつどういう Chrome 拡張が入ってしまったかっていうのが後で終えるとますし、ホームブリューとのライブラリーの一覧も定期的に取っておくと、これもつい最近今週の話ですけど、NPM の中に有名なところと似たような名前のマルウェアが入っている、なんだっけ、 MySQL じゃないな、 SQLite のとこ間にハイフンが入ってるみたいな名前レベルで、プラグインを入れてしまうと塩分の中身が、エビルに送られてしまうというふうな話題がありました。ちょっと後でリンクを見ていただけるといいと思うんですけど、こういうのがあったときに、こう後でいつからそういう設定が入ってしまったかというのがこうちゃんと追えるかなと思います。でそれらを一個一個入れていくのは結構大変なので、OS クエリにはクエリパックというのが用意されてまして、ハードウェア系のログを取るためのハードウェアモニタリングであったりですとか IT コンプライアンス、Mac でいうと OSX Attacks ですとか、先ほどのこういう Chrome 拡張の一覧というのは、脆弱性マネジメントというのに入ってます。このあたりを一緒に入れてあげるといいかなと。でそれを設定するためには OS クエリーコンフの設定例として一番下のところにあるように PACS というところで、その
オイスクエリが用意しているモニタリングの一覧のパスを記載してあげると、全部記録してくれます。この辺は GitHub のリポジトリとかを見ると分かりやすいかなと思います。ちょっと時間がないので去っていきます。でログローテート、このログって結構大量に測れる、設定次第では大量に測れるので、ログローテートの設定も忘れないでください。はい、でこれで各サーバーで測れたログは、何かしらの方法でログサーバーに集約するのが良いです。で OS クエリの入れているサーバーに、フルエントリーとか、何かしらログを転送するツールを入れまして、集約サーバーに送って S3 に液位保存ですとか、エラスティックサーチとかに入れて、キバナで可視化したりですか、スラックで通知するようにするのが一般的かなと、うちの会社でやってます。フルエントリーのところは何でも大丈夫ですし、はい、最近だとSysLog NG の最近のバージョンって JSON パースできるらしいです。知ってました。でフルエント D です と、JSON なのでパースが簡単で、こんな感じの、フォーマット JSON って書くだけでほぼパースできます。でパースしてあげたデータをエラスティックサーチに入れて見てあげると、これがログインログですね。エラスティックサーチで確認できるようになります。で、アクションログとかも ES を使うと、これ下から時系列順になってるんですけど、ログインしてからちょっと字が小さくて見にくいですね。ラストを打って LS 打って最後のところにキャットエトセのシャドウをしているみたいなのがこう後で確認できるようになってます。あとユーザーイベントを取っておくと SSH の試行ログとかも取れるので、これしばらくの期間22番ポート開けて試してみたんですけど、結構いろんなところから SSH の試行ログが入っていて、これもまた面白いなと思ってます。で他、エラスティックサーチに入れたログはエラスティアラートっていうオープンソースのツールがあって、それを使って定期的にクエリを投げるような形でヒットしたものをアラート出すですとか、エラスティックサーチの有料プログラミングの XPath の中にウォッチャーっていうのがあるので、それも似たような形で、特定のクエリに引っかかったものを通知することができます。でその引っかかったものを例えばログインイベントですとかをチャットツールに通知することで通知します。で通知があったら実行者がちゃんと私が実行しましたっていうふうな確認コメントをすることで、誰がいつどういう目的でサーバーを操作しているかっていうのを情報共有と、一種の多要素認証ですね、これ自分じゃないけど自分がログインしたことになってるみたいな時にすぐ気づけるっていうので、運用と、共有が解決しやすいツールになるんじゃないかなと思ってます。はい、で OS クエリを運用しての注意点ですが、結構開発は反発でして、以前はちょっとバグがあったんですけども解決で済みですし、メモリは100メガ程度です。でソケット干渉を有効にしなければそこまで CPU の利用率が増えるわけでもない、設定次第だと思いますけどですし、使い勝手はいい感じです。で OS クエリはスケジュール方式なので、そのログの書き出しの間に何かされるとちょっと抜けが発生する可能性はあります。なので別の、そこをちゃんと見たい人ですと別のツールとかを組み合わせてあげた方がいいかもしれないです。はい、ということで、OSS で始めるセキュリティログ収集ってありますけど、ほとんど OS クエリでの話です。まとめです。セキュリティの運用負荷が少ない形で全体設計をする。これはセキュリティを最初からブロックの形で作ってしまうと運用への負担が高いので、ロゴをうまく使う形ですとか、運用への影響が少ない形で作っていくのがいいかなと思います。で優先度の高いログからまずは活用していって、だんだんログの範囲を広げていくのは、開発上楽ですし、3つ目、ログの改ざんやロストを回避する手段も今後もうちょっと良くしていく必要があります。で、これだけではなくて、ちゃんと最初の4つのうちの予防ですとか最後の復旧の手順確立も、セキュリティの上では大切になります。はい、で銀の弾丸、僕あれ銀の弾丸当たったんですけどOS クエリは入れて OK って話じゃなくて、別のものと組み合わせてうまく活用しましょうっていう話でした。でちょっと宣伝になるんですけど、ミニハードニングっていうものをやってまして、これは、情報流出などリアルなサーバー攻撃からビジネスを守る競技で、ハードニングプロジェクトは8時間とか9時間とかで、ミニハードニングの方は3時間の間に、攻撃、運用スタッフの方が、各皆さん4人ぐらいのチームになってもらって、こっちが攻撃する、サーバーを攻撃するので守って、ひたすら3時間守っていただくっていうような遊びになります。で締め切りが来週の金曜ぐらいまでなので、ミニハードニングの下っ端のやつですね、もし興味があればぜひコンパスからミニハードニングで探してもらって申し込んでください。
すいません、最後ちょっと早口になりましたけど、以上になります。OS クエリ、日本でもぜひ使っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。梅崎さん、ありがとうございました。何か質問のある方いらっしゃいますか？お話ありがとうございました。1点をお聞きしたいこととして、監視することによって、アプリケーションとかの動作に影響ありましたかってことですね。通知の仕組みとか、情報の取得の方法、例えばプル型か、ドゥーク型か、もしくはリベント通知型になって、そういったパフォーマンスとか、アプリケーションに影響があったりとかっていうのは、今まで検査の中ではありましたかってことですね。はい、ありがとうございます。アプリケーションに対してこの OS クエリを入れることで影響があったかっていう話、質問ですが、この以前はディスク IO が増えるバグがあったというところで、開発環境に対して一定期間影響が出たケースはあります。ただそこは開発環境の範囲で次のバージョンで直ったので、本番環境に対してはそこまで影響は出ませんでしたし、それ以降は半年間ぐらい運用してるんですけど出ていません。でメモリとか CPU 使用率でいうと、もうほとんど影響のない範囲なので、今はもう200台ぐらいのサーバーに入れてます。はい、使っていただいてありがとうございます。他に質問のある方は、非常に興味深いお話ありがとうございました。最初に Mac や Windows、Linux で使えるというお話があったと思うんですけれども、PC とか OA 端末でそういったログを取るというようなことをもやられたような実績というか、なんか経験があったら教えてください。OA 端末で OS クエリとかそういうのを入れた実績があるかという質問ですが、私の方ではまだそういうことはやってないです。まだ入れたのはサーバーと自分の個人の端末だけになります。私自身がセキュリティの担当、社内ではセキュリティの担当者ではないので、もう個人的にサーバーに対して入れたりですとか、自分の端末に入れてるって形になります。わかりました、ありがとうございます。他に質問のある方は、途中に出てきた Linux セキュリティ Expert っていうページ、はい、今回初めて知ったんですけど、ああいう情報の収集って具体的になんかどういう手段でやってたりとかってありますか？情報、セキュリティの情報の収集の方の質問ですが、私はそうですね、英語のサイトでは結構情報が多かったりですとか、今回の話ですと海外のカンファレンスに参加した資料の中にスラックさんの発表だったんですけど、スラックの方が Go オーディットの話とか Web スクリーンの話をしていて、これは面白いと思って使う形になりました。はい、ありがとうございます。まだ時間あれば、もう一方ぐらい質問があれば。あ、すいません、このタイムアウト1日ログサイズってどれぐらい出てますか？はい、ログのサイズが1日どれぐらい出るかという話ですが、今200台ぐらいでエラスティックサーチにログを入れていて、大体1日あたり1200万行ぐらいです。ちょっとログがたくさん出る設定にしているので、それぐらい出ています。ありがとうございます。他に質問のある方、大丈夫そうですかね。もし何か質問があれば、この後直接聞いてもらうようにお願いします。改めて、梅崎さん、ありがとうございました。